しよう、眠れない。明日の朝、ミゼラはここからいなくなる。それを思うと、カナタ、起きてるか？ナッシュ、どうしたんだよこんな時間に。俺はやっぱりこんなの嫌だ。何を言っているんだ？お前は知るべきだ、本当のことを。だからついてこい、修道院まで。お、わかった。ただし、夜の道は魔物もいる。ナッシュは俺の後ろを歩くんだ。守ってあげるから。またそれかよ、何も知らないくせに。修道院に明かりが。こんな時間なのに誰かいるの？そこにいるのは誰だ？しまった、見張りに見つかった。見張り？君はカナタ君、どうしてここに？どうしてって、それは俺のセリフですよ。こんなところで何をしてるんですか？中に誰かいるんですか？それは、中には誰も近づけるなと言われている。息子とて例外ではない、追い払うぞ。聞いた通りだ、怪我をしたくなければ立ち去れ。襲ってくるぞ、武器を構えろカナタ。どうしてこんな。ナッシュ、怪我をしたのか？このくらい大したことない。それよりお前は早く中に行け。そこにミゼラがいるはずだから。ミゼラが？入り口の方にはこれだけど、ドアには鍵がかかってるみたいだ。でもあの窓、あそこからなら中が見えるかも。ミゼラ、それに父さん、一体何をやっているんだ？もう一度言ってみなさい。約束してください、こんなこと私で最後にするって。約束してくれないのなら私は行きません。お前にそんなことを決める権利があると思うのか？それなら、はあ、ナイフなどを隠し持っていたとはな。で、そんなもの自分に向けて何のつもりだ？商品に死なれたらあなたは困るはず。お願いします、約束してください、私で最後にするって。ここにいる他の子供たちはちゃんと人間らしく扱ってください。何か勘違いしているようだな。動くな！しっかり押さえつけておけ。まったく、危険なおもちゃは没収だな。人間らしく？何を言っているのだか。物を物として扱って何が悪い？せっかく相手好みの綺麗な服を着せてあげたんだ。暴れて台無しにはしてくれるなよ。ん？よく見れば、ずいぶん安っちい髪飾りをつけているな。触らないで、この髪飾りには。外せ、お前の値打ちが下がる。いや、絶対に外さない。口ごたえするな。ミゼラー！ドアを破壊して！ミゼラから離れろ！カナタ。おっさん、俺は何なの？一体何をやっているのさ？そうか、見たか。ちょうどよかったかもしれないな。どう
ういう意味？聞きなさい、カナンダ。修道院の孤児たちのことだ。お前にはまだ話していなかったがね。ここの子供たちは、商品なんだ。子供は高く値がつくんだ。男なら労働力として、女なら俗物の慰み物としてね。どちらにも使えない欠陥品なら、バラして内臓でも売りさばけばいい。とても有用なんだよ、子供というのは。わざわざ拾い集めて育てるだけの価値がある。何を言ってるの？今までここにいた子たちを何人も売りさばいてきた。しかし、私もいかんせん年でね、買い手を探すための長旅も体に応えるようになってきた。だから、カナタ、そろそろお前に継がせてあげよう、この商売を。まあ、初めは不安だろうが、大丈夫だ。私もまだ手伝いくらいはしてやれるし。ん？どうした？ふざけないでよ！何わけわかんないことを言ってるんだよ、父さん！どうした、カナタ？何を怒っているんだ？何言って、おかしいでしょ、父さんの言ってること。子供たちを売るなんて、そんなの。どこに問題がある？ここにいる子児たちは私が拾ってきた。放っておけばのたれ死んでいた命だ。それを拾って育ててあげて、挙句有意義に使ってあげるんだ。商品として扱ってあげることが、あの子たちの幸せに決まってるじゃないか。違う、全然わからないよ。本気で言ってるの、父さん？本気だとしたら、父さんは人間じゃない。何をそんなに動揺しているのか。ああ、そうかそうか、お前は不安なんだな。偉大な父と同じことができるのか。大丈夫だ、カナタ。だってお前はよく言っているじゃないか、孤児たちを守ってあげる、助けてあげると。違う、違う。よかったな、お前は同じ血の流れる私の息子だよ。違う。うわ、そうだ、ちょうどいい。これをお前の初仕事にしよう。ミゼラは美しく育ってくれたからね、とても高く値がついた。拾った甲斐があるというもの、最高の恩返しだ。カナタ、これを明日お前が買い手に渡しなさい。ああ、そうか。お前もミゼラを気に入っていたな。もちろん知ってるよ、父親だからな。じゃあこういうのはどうだ。買い手と交渉して少し分けてもらうというのは、うまくやれば腕の一本くらい置いていってくれるかもしれないぞ。いや、足の方がいいかな。顔と体さえあれば量はこと足りるだろうし。黙れ。ん？黙れ黙れ、もう聞きたくない。嫌だ、もうたくさんだ。俺はミゼラは誰にも渡さない。私に逆らうのか。どうしてしまったというのだ、カナタ。うるさい！俺は！もうやめてよ、父さん！どうしてわからない？私は子供たちのためを思ってやっているのに。違うよ！そんなの間違ってるんだよ！ずっと尊敬してたのに、父さんみたいになりたいって思ってたのに、どうして父さんは正しくないの？ミゼラのナイフなど拾ってどうするつもりだ。脅しなら無駄だ。お前には何もできはしない。もっと人を、兵を呼んで捕らえさせてやる。お前のような聞き分けのない子は。させない！